こんにちは。今回は手作り犬ご飯レシピの鶏ももとアスパラガスのご飯をご紹介します。疲労回復や免疫アップを取り入れたいワンちゃん向けに設計したので、アスパラギン酸を含むアスパラガスを使っています。今回使用する食材はこちらです。サプリメントを入れることで総合栄養食と同等の栄養価になります。なぜサプリを入れる必要があるのかと気になる方向けにご説明します。気になる方は一時停止してください。アスパラガスは根元を切り落とし、硬い部分の皮は剥いておきます。茹でたらカットして計量しておきます。それぞれの食材を細かくカットして計量しておきます。丸飲みしても喉に詰まらない大きさが目安です。下ごしらえができました。鍋に水 50cc を入れ、鶏もも肉とじゃがいもを加えます。蓋をして弱火で15分ほど加熱します。火が通ったら炊いた白米、うずらの卵、アスパラガス、すりごまを入れてよく混ぜ合わせます。必要な分を取り分けてサプリメントを加えたら完成です。残った分は容器に入れて冷凍保存します。冷凍小分けトレイは同じ分量で取り出せるので便利です。チャック付きビニール袋は簡単に袋詰めができます。薄く伸ばして冷凍すると取り出しやすいです。このレシピの 100kcal あたりの栄養素です。またこのレシピは 100g あたり約 105kcal です。リーリャの犬ご飯でした。まだの方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。